から合成の朝ごはんです。とっても美味しそう。いただきます。いただきます。やっぱり何食べても美味しい。ジョグジャカルタでは、はいはい、ホテルアラヤンさんにお世話になって、うん、で特にキキさん日本語が話せて大変お世話になりました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。しかも今プレゼントにこれをいただいて、うん、ラーマとシンタ、シンタ、ラーマヤナ、ライマヤナのストーリーのです。本当にありがとうございます。テリマカシー。さまさま。ありがとうございます。ありがとうございます。お世話になりました。はい、また来てください。おはようございます。おはようございます。インドネシアの旅3日目です。今日もいい天気ですね。はい、さて本日はどこ行きますか。はい、今日はこれからプランバナンジーに行きます。さてじゃあ今日も一日インドネシアの旅行ってみましょう。ここ後ろにあるのは小学校です。ちょっと行ってみましょうか。はい、あー、光大学です。行ってきました。行ってきました。めっちゃ面白かったね。ね、活気があって子供たちめっちゃ可愛かったです。ですね。ここは私立の学校みたいだね。はい、そしてここの子供たち6時半ぐらいから登校してました。めっちゃ早くね。ね、はい、さて今日1箇所目ははい、寺尾山寺に来ました。後ろありますね。はい、実は今日、はい、プランバナンに行こうとしてたので、はい、ちょっとここのこと調べてません。でも、はい、あの素晴らしい、ね、建物が残っているので、はいはい、ちょっと見ていきたいと思います。はい、じゃあ行ってみましょう。はい、素晴らしいね。素晴らしいです、はい、プラオサン寺院は、うん、プランバナン寺院遺跡群の一つで、はいはい、9世紀中期に建てられたそうです。へー、あの以前はもっと寺院が建てたそうなんですけど、はいはい、あの今はねだいぶ瓦礫になってしまってるんですけど、おそらく地震でこうなったんじゃないかなって私は思います。レリーフも綺麗に残してね、はい、ここ見応えあるわ。おすすめです。ぜひここまで足伸ばしてほしいですよね。はい、いい場所でした。続いてサマンサリに行きます。この先だね。はい、はい、続いて、はい、サマンサリに着きました。この後ろですね。はい、はい、サマンサリはインドネシア語で花園を意味します。はいはい、ちょっと見ます。はい、サマンサリはマタラム王国のハメング王の一世によって建てられた離宮で、はい、王に仕える女性たちがここで水浴びをしました。ほうほうほう。その様子を塔の3階の窓から眺め、その晩過ごす女性を選んだといいます。はい、でもこれを否定する説もあります。そういう逸話があるんで、はい、じゃあちょっと行ってみましょうか。行ってきましょう。はい、
いかがでしたか。はい、うん、タマンサリ、まさに道の宮殿でした。綺麗だったね。とっても綺麗でした。はい、おててだ。あー、ダメダメ、これはね、ダメだ、これ噛んでダメ。No, no, 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 ココナッツとスティックライス、うん、すごいもちもちしてて美味しい。こっちがバフィア、こっちもね、とっても美味しいです。ウィンゴウィンゴウィンゴバフィアとウィンゴを買いました。とても美味しそうです。バイバイ。Thank you very much. いや、めっちゃ雰囲気のいい場所でしたね。ねえ、歩いててすごい楽しかった、はい、ですね。ねえ、ここどうでしょうか。はい、こちらバティックの工房だそうです。昨日ちょっと見れなかったけどね。はい、はい、じゃちょっと行ってみましょうか。はい、はい、ありがとう。バティックと一緒に入ってる上も、うん、かわいい、ね、私も買いました。かわいいです。ナイスだね。はい、ありがとう。バティックを製作する様子を見せていただきました、うん、すごいよね、ここね。すごい、うん、本当にね、一つ一つ丁寧に手作りで作ってらっしゃって、はいはい、感動しました。で、お土産も買ったしね。はい、買いました。いや、いい場所来れたね。はい、じゃあさらに行ってみましょうか。ジャコウネコの家です。へぇ、全然臭くない。全然臭くない。あ、臭くない。へぇ、めっちゃいいよね。めっちゃいい香り。あ、すごいね。すごい。食べてください。美味しいよ、香ばしいよ。めちゃくちゃ美味しい。マジ、うん、あ、めっちゃ美味しい。やばいね、これ、うん、へぇ、インドネシアといえば、うん、世界最高級のブラックコーヒーが有名です、はい、今日は飲みに来ました。はい、ブラックコーヒーなんですけど、うん、ジャコウネコがフルーツとコーヒーしか食べないんですが、うん、はいはい、あのコーヒーはそのまま丸飲みします、うん、でこれそのジャコウネコのうんちなんですが、はいはい、丸飲みされたものが8時間発酵されて出てきて、噛まないのでこのまま出てきます。へー、すごい。
これをそのまま丁寧に洗って、うん、天日干しして、うん、で丁寧にあの殻とか剥いていくとこの豆が出てきます、はいはい、でこれを焙煎してできたのがブラックコーヒーなんですが、特徴としては酸味が少ない、苦味が少ない、カフェインが少ないそうです。じゃあ飲んでみましょうか。はい、飲んでみましょう。とっても美味しい。確かにね、苦味と酸味が少ないので、うん、コーヒーのそういう酸味苦味が苦手な方にはぴったしで、マイルドでとっても飲みやすいです。すっきりしてるよね、うん、これ美味しいわね、うん、ジャコーネコのコーヒー、ブラックコーヒーを買いました。めっちゃ美味しかったね、これ ね、うん、お家でも飲むのが楽しみです。確かに。じゃあねー、バイバーイ。本日の夕食です。とても美味しそう。はい、ジョクジャカルタ伝統のナシグレと、うん、はい、こっちはナシラメかな、うん、あのチャンプルです。はい、こっちはチャンプルで、こっちがグレです。美味しそう。さあ、いただきます。めっちゃ美味しい。マジ、うん、あのココナッツがよく効いてて、これ豆腐だね。おお、めっちゃ美味しい。こちらナシグデ、はいはい、ナシグデはあの若いジャックフルーツとか、うん、いろいろ混ざってるらしいです。うん、うん、これ日本人大好きな味。甘みがあってココナッツとかがよく効いてて、めっちゃうまい。甘辛い味付けになってて、またジャックフルーツが入ってるからフルーティーな感じになってます。いやめっちゃ美味しかったっすね。えなインドネシア語で美味しいって意味です。満足。はい、ごちそうさまです。ごちそうさまでした。あなになになに、セリマカティ、ロマンチックなカップルって言ってた。Kopi kelotok. Kelotok, kelotok. Yep. Go. Oishii. Enak. Go. Hi. You speaking Indonesia? A little. A little.Halo sahabat, sayonara. はい、ということで、はい、ホテル帰ってきましたけども、今日も一日ぐるっと巡ってましたけども、はい、いかがでしたか。大充実の一日になりました。今日巡ったね。巡りました。うん、遺跡見れたりとかね、伝統文化を見れたしね、そしてコーヒーも美味しく飲めたしね。はい、うん、最高です。でしたね。さて明日はどうしますか。はい、明日もね、あのジャクジャカルタ周辺を巡りたいと思います。明日こそメインでね、はい、いろいろ見えると思いますので、はい、またその様子もお伝えできればと思います。はい、はい、ということで本日の動画はここまでしたいと思います。このチャンネルでは旅の Vlog やスキマチックムービーをアップしていますので、皆さんチャンネル登録といいねボタンよろしくお願いします。よろしくお願いします。では次回の動画でまたお会いしましょう。さよなら。